21日、群馬に行きます。詳細は動画説明欄からご覧ください。さて、最近話題になっていた PayPay、皆さん使ったでしょうか？なんかPayPay って、最初ペイパルかなって思いましたよね。PayPay はソフトバンクとヤフーが出資してできた、電子決済システムです。100億円上げちゃうキャンペーンなんていうのでね、一気に盛り上がりました。加盟店で PayPay 払いすると 20% 分ものポイントが還元されると、さらに40分の1の確率になりますが、上限設定がありつつ全額ポイントで返ってくるなんていうね、太っ腹すぎるよ。 Y モバイルとか使っていると確率が10分の1になるっていうのもすごい。キャンペーンの開始日にツイッター見たら全額当たったっていうツイートが多数ありましたね。まあ桜かもしれないけど、コンビニだとファミマとかで使えるわけですけど、何日よりビッグカメラとか家電量販店で使えるようになったっていうのは大きいです。ビッグカメラだとさらに 8% の、まあ、ビッグのポイントつきますから、すごいね。PayPayの還元があるから普段ポイント還元が低いアップル製品なんかに人が群がりました。僕もこのキャンペーン見てさ、うわ面白いっていうか、こんな還元すんのと思ってね、なんか買おうと思ったんだけど、買いたいものが特になかったんだよね。もうちょっと早かったらペイペイでサーフェスプロとか買ったんですけどね。惜しかった。キャンペーン自体あっという間に10日ぐらいですか、終わってしまいましたね。ペイペイ側からすると100億円出して、まあその話題にもなったし、貴重なその顧客情報っていうのを得ることができたから、まあウィンウィンじゃないでしょうか。ただね、一方でとんでもない問題が発覚します。QR コードを使ったキャッシュレス決済で話題のペイペイで、クレジットカードの不正利用が判明した。購入額の2割を還元するキャンペーンに合わせ、カード情報がダークウェブなどで出回った可能性がある。被害者からはセキュリティ対策の強化を求める声が上がっている。大阪府の会社員男性は今月14日カードの利用額が反映される家計簿アプリを確認中、心当たりがない支払いがあるのに気づいた。家電量販店で2回に分けて計78万円がペイペイで支払われていた。ペイペイのアプリにはカード情報を入力する際、繰り返し間違えてもロックがかかる機能がなく、数字の組み合わせを手当たり次第に入力する総当たり攻撃が一部で行われている可能性があるという。クレジットカードってセキュリティコードついてるじゃないですか。でこれって大体3桁とかなので、 PayPay は制限ないから、総当たりでこうやりまくってたらそのうち当たって不正利用できちゃうっていうね。これは恐ろしい脆弱性ですよ。だからさ、いや俺 PayPay 使ってねえから関係ねえやってならないんだよね。不正利用されているかもしれないっていうね、可能性もあるので、まあ、その使えるカードっていくつかあるんですけど、ビザとか使ってる方であれば一度ねチェックしてみることをお勧めします。ちなみに僕もチェックしてみたんですけど、とりあえず大丈夫でした。でもペイペイってさ、3万円以上の買い物をしたら本人確認をしますっていう触れ込みだったはずなんですけど、それだからチェックできてないんだろうね。まあこのように大問題になってようやく対策が施されたようです。セキュリティコードの入力に制限を設けたと。最初からつけておけよ。最近僕もすっかりキャッシュレス派になりましてね、極端な話財布とかもすごい軽くできるわけですよ。もうこの無印とかで売ってるさ、この980円ぐらいのこの薄い財布にカード2枚とか、まああとは現金2万円とか3万円いるときはね、もうほぼ問題ないね。キャッシュレスって非常に僕はいいなと思うんだけど、こういうペイペイのことがあると二の足を踏んでしまうなんていう方が多いんじゃないでしょうか。まあでも 20% の還元っていうのは本当に魅力的ですよね。そりゃ買っちゃうよね。キャンペーンの仕掛け自体はすごい上手いなと思いましたし、まあ実際100億円以上のこれ価値はあったんじゃないかなというふうに思います。それだけに非常に残念です。ぜひチャンネル登録をお願いします。